ヨーゼフ・アロイス・クリップスは、オーストリアの指揮者、バイオリン奏者。弟、ハインリヒ・ヨーゼフも指揮者として知られる。ヤン・ダーメント・クリップス・ウィーンの生まれ。父親は、ユダヤ人。オイゼビウス・マンディチェフスキー、フェリックス・ワインガルトナーに支持し、1921年、ワインガルトナーの助手、合唱指揮者として、ウィーン・フォルクス・オーパーに入った。その後、ドルトムント市立劇場、 カールスルーエ歌劇場などを経て、1933年にウィーン国立歌劇場の常任指揮者に就任、また1935年にウィーン国立音楽大学の教授に就任した。1938年3月のオーストリア併合の後、オーストリアを去ることを強いられ、ベオグラードに移り、ユーゴソラビアが第二次世界大戦に一時期巻き込まれるまで、 地元のオーケストラで働いた。対戦周期には食品工場で働いていたが、こっそりオペラの稽古をつけたり、プロンプター席に入って指示を出していたという伝説もある。1950年から1954年までロンドン公共楽団の主席指揮者を務め、その後バッファローフィルハーモニー管弦楽団、サンフランシスコ公共楽団の音楽監督となった。 1963年にコベントガーデン王立歌劇場。1966年にメトロポリタン歌劇場にそれぞれデビューした。1968年サンフランシスコ公共楽団と最初で最後の来日。クリップスと信仰のあった日本人指揮者では小沢誠二や大町洋一郎が挙げられる。1970年ベルリンドイツオペラの指揮者に就任。 同年から1973年までのアイダウィーン交響楽団の主席指揮者を務めた。ジュネーブにて病没。ナチス政権に協力しなかったため、1945年の終戦後すぐにオーストリアの楽団に復帰することができ、戦後ウィーンフィルハーモニー還元楽団とザルツブルク音楽祭を最初に指揮した一人である。巨匠不在のウィーンフィルを支えた名称といえる。 モーツァルト、リヒャルト・シュトラウスの作品を得意とした。角の取れた優美なクリップスとウィーンフィルの芸風は、1968年のコジファンツって、1970年のエジプトのヘレナなどのライブ録音で忍ぶことができる。いわゆる叩き上げの経歴を持ち、歌劇場での稽古に手腕を発揮した。往年の名歌手、エリーザベト・シュバルツ・コップは一番お世話になったのは、 クリップスと10回したという。名ピアニストのリリー・クラウスも最も優れたモーツァルト解釈者として彼の名を挙げた。ついたポストが当時としては、いささか地味なものが多く、しかも短い在任期間ばかりだったこともあって、花々しい存在とは言えなかったが、ステレオ録音時代までウィーンハイヌキの香りを伝え続けた随一の存在であり、今なお根強いファンが存在する。 レコードファンの間ではとかく、ドイツ・オーストリア音楽だけの専門家と見られがちで、あるが、実際は、特に、アメリカ時代には、現代作品を含む幅広いレパートリーを誇った。来日公演でも、ストラビンスキー、コープランドなどの作品を指揮している。指揮者、ピアニストのダニエル・バレン・ボイムは、クリップスの演奏スタイルについて、以下のように述べている。古典派の作曲家、特に、 モーツァルトとシューベルトを演奏するときには、いつも美しい、歌うような音を生み出すことを強く求め、ほんのわずかな耳障りな響きも退りけた。同時に、テンポトリズムの正確さに最新の注意を払い、表現のためにテンポを落とすという誘惑に屈することはなかった。彼は常に、音楽とは貴族的なものであり、庶民的なものではないと言っていた。 ブダペスト歌劇場でコレペティトゥーアを務めていたゲオルグ・ショルティはユダヤ系ゆえに指揮者としての出世は絶望的だったのでクリップスがブダペストに客演した際彼が音楽監督を務めていたカールスルーエで助手として雇ってもらうよう懇願したクリップスはショルティの仕事ぶりを機に入りちょうどスタッフに欠員も出ていたので即座に採用したその結果 1932年10月に、ショルティは、カールスルーへと渡り、音楽監督クリップス、第二指揮者、ルドルフ・シュバツ、第三指揮者、ヨーゼフ・カイルベルトの下で助手を務めた。4人は皆若く、30歳のクリップスが、最年長であった。しかし、ナチスの機関誌、フェルキッシャー・ベオバハターは、クリップスが、東欧のユダヤ人を、歌劇場に招いたとして、これを非難し、 ショルティの解雇を求めた。クリップスは、オーケストラ内にいる熱烈なナチ党員が自分を排斥するために行ったものだと判断しつつ、ショルティの安全のために、ナチスがまだ勢力を伸ばしていなかったマンハイムにて、主席指揮者を務めていた、ヨーゼフ・ローゼンシュトックの元へ行くよう促した。オーディションの結果、ショルティは採用となり、マンハイムへと移る準備をしていたが、 1932年12月にクリップスは総選挙が終わるまでドイツから離れた方がいいとショルティを説得しブダペストへ帰らせた。世の中が落ち着いたら共にストラスブール音楽祭の準備をしようと計画していたが、1933年1月30日にアドルフ・ヒトラーが首相に任命されるとカールスルーへのクリップス、シュバーツ、そして マンハイムのローゼンシュトックはみな解雇となってしまう。その結果、ショルティはハンガリーに泊まらざるを得ず、ヤーヌシュ・フェレンチクの勧めもあり再び、ブダペスト歌劇場で仕事をするようになった。なお、後に、バイエルン国立歌劇場の音楽監督となった、ショルティのもとに、カール・スルウェで、クリップスの排斥を企んだオーケストラ団員が、自分を採用してほしいという手紙を送ったが、名前に、 見覚えがあったショルティはこれを無視した。その他、コンサートホールソサイティに多くの録音を残している。また、ライブ録音には、ウィーン公共楽団を振った、ティルやシューベルト、ザグレート、マーラー、大地の歌があるほか、フランス国立放送管弦楽団を振った、ベートーベンなどが CD としてリリースされている。ありがとうございます。